株式会社スバルは日本の自動車などを製造する重工業の会社で2020年の2月6日からトヨタ自動車株式会社の持ち分法適用会社となっている。かつての称号は富士重工業株式会社富士重工英語富士ヘビーインダストリーズリミテッド略称富であったが2017年4月1日に自動車のブランド名として広く浸透していた。 スバルに由来する株式会社スバルに称号を変更した。日本の自動車メーカーとしては古い歴史を持ち、国内規模は小さいながらも、レガシーシリーズ、フォレスター、インプレッサシリーズなどで世界的人気、知名度の高い自動車メーカーの一つである。特に同社のアイデンティティである四輪独立喧嘩や水平対抗エンジンの技術は北米をはじめとする海外で高く評価されており、 中古車の輸出も盛んに行われている。なお、愛媛県四国中央市に本社を置く紙加工メーカーのスバル株式会社とは社名が似ているが無関係である。富士中工業級本社1917年5月、中島地区兵によって群馬県新田郡小島町に設立された民営の飛行機研究所を前身とする。太平洋戦争終戦後、 GHQ により財閥解体の対象となった中島飛行機に富士産業と会商がプリンス自動車工業と共に解体されたのが富士重工業のルーツである。軍需から非軍需産業への転換、スクーターやバスなどの輸送用機器開発、企業分割などを経て、旧中島系の主要企業の共同により1953年に富士重工業を設立。 1955年に三角各社が富士重工業に合併されることで企業としての再合同を果たした。1958年発売の軽乗用車、スバル360と、その派生型である1961年発売の軽商用車、スバルサンバーが、技術的、商業的に大きな成功を収めたことで、以後、スバルブランドの自動車メーカーとしての地位を確立。 その他の分野にも多角的に進出しながら現在に至っている。中島飛行機4式船、疾風中島飛行機は主として太平洋戦争敗戦まで陸海軍の需要に応え、軍用機及び航空用エンジン開発、製造に取り組んだメーカーである。三菱重工業、川崎航空機と並ぶ日本最大規模の航空機製造会社であった。特に技師長、 小山康氏の指揮下、陸軍の歴代主力戦闘機、97式戦闘機、1式戦闘機、春2式戦闘機、小機、4式戦闘機、疾風など多数の著名な軍用機を送り出した。実戦投入はならなかったが、日本初のジェットエンジン搭載機、立花の機体製造も中島の手によっている。航空発動機部門では、 運用ゆえの生産性や戦闘における生存性、前線での整備性などから空冷製型エンジンにほぼ特化しており、一式戦、春夜零式艦上戦闘機に搭載された、栄、四式戦、疾風や、自電改めに搭載された、誉れなどを開発した。企業解体と非軍需産業への転身日本の配線とともに、GHQ より航空機の研究、 製造の一切が禁止され、中島飛行機は新たに富士産業と解消された。戦時中、最先端の航空機開発に取り組んだ技術者たちの生活は各工場ごとに、自転車、リヤカー、自動車修理、果ては、鍋や釜、衣類箱、乳母車などの金属製品を作って、ここをしのぐ日々へと一変した。このような状況の中、 太田富高工場の技術者たちは、新中軍の兵士たちが当時移動に利用していた、アメリカ製のスクーター、パウエルに着目する。軽便な移動手段としての反応を見込めると考えられたことから、スクーターの国産化が計画され、早速、廃戦後も残っていた、陸上爆撃機、銀河のオリンをタイヤに利用して、試作、1947年に、ラビットスクーターとして発売した。 ラビットは運転が簡易で扱いやすかったことから戦後日本の混乱期において市場の人気を博し会社の基盤を支える重要な商品となった。ラビットシリーズのスクーターはモデルチェンジを繰り返しつつ富士中工業成立後の1968年まで生産された。また航空機製造で培った板金、木工技術を活用し1946年から バスボディ仮装にも進出、特に従前のボンネットバスより床面積を大きく取れるキャブオーバー型ボディの仮装で輸送力不足に悩むバス会社から人気を得た。さらに1949年にはアメリカ製リアエンジンバスに習い、得意の航空機製造技術を活かした日本初のモノコックボディリアエンジンバス富士号が完成。フロントエンジン型キャブオーバーバスより さらにスペース効率に優れることから成功を収め、以降、日本のバスボディシャーシの主流は、リアエンジンへ移行していった。このようにして、非軍需産業へ転身した富士産業であったが、1950年8月、当時の政策によって、財閥解体の対象となり、工場ごとに15社以上に分割されてしまった。富士重工業成立1950年6月に、 勃発した朝鮮戦争は、戦後不況にあえぐ日本に、朝鮮特需をもたらしただけでなく、GHQ の日本の占領政策を一変させた。1952年4月、サンフランシスコ講和条約が発効すると、旧、財閥から民間賠償用として GHQ に接収されていた土地、建物の所有者に返還が始まった。富士工業。 富士自動車工業を中心とした旧中島飛行機グループ内での再合同の動きがにわかに活発化。1952年12月、大宮富士工業、東京富士産業を加えた4社が合併同意文書に調印した。同じ頃、1953年の保安庁予算に練習機調達予算が計上され、航空機生産再開に向けて、 ビーチエアクラフト T-34 メンターの製造ライセンス獲得に国内航空機メーカー各社は一斉に動き出した。当時、最合同の途上にあった旧中島飛行機グループも最合同の動きを加速させた。1953年5月には鉄道車両メーカーとなっていた宇都宮車両が新たに 再合同に参加することが決まり、1953年7月15日、5社出資による航空機生産を事業目的とする新会社富士重工業株式会社が発足した。ちなみに丸の中に6つの星が描かれたスバルのロゴマークは、この5社が集まって一つの大きな会社になったことを示している。1954年9月、6社が 合併契約書に調印。1955年4月1日、富士重工業は、富士工業、富士自動車工業、大宮富士工業、宇都宮車用、東京富士産業の5社を吸収し、正式に富士重工業株式会社としてスタートした。ロゴは富士重工で、銃の一角目がない形になっており、長らく使用された。9 中島飛行機の発動機開発の拠点で、小木久保工場と浜松工場を引き継いだ、富士精密工業は、中島飛行機再合同の動きが本格化した1952年には、事実上、すでにタイヤメーカーのブリジストンの資本家に入っており、再合同には参加しなかった。また、この時再合同に加わらなかった、富士機械工業など3社は、後に、 富士重工業の関連会社として加わっている。富士重工業は1966年に東方科学株式会社と合併し、存続会社を東方科学株式会社とした。この存続会社の東方科学株式会社は1965年に称号を富士重工業株式会社と改めた上で合併しているため、一貫して継続した同一名称ではあるが、 法律的には従来の富士重工業は1965年に一旦消滅している。これは株式学年金額変更が目的の事務的なものである。1966年、それまで東京丸の内の内外ビルディングに所在していた本社機能が新宿駅西口に自社建設した新宿スバルビルに移転する。この節では自動車部門について述べる。 レオーネを発売した1970年代初頭から本格的なアメリカ市場への進出を開始。オイルショックや排気ガス規制などの消費者の自動車に対する要求の変化や当時の円安を背景とした廉価性を武器に国産多メーカーと同じくアメリカ市場での販売台数を飛躍的に伸ばすことに成功した。 1968年から1999年まではメインバンクが同じ日産自動車と提携、日産、チェリー、パルサー、サニーなどの委託生産を請け負い、工場稼働率のアップを図っていた。しかし、これら予置機エンジンの受託車両とスバル車とはボディ骨格からが大きく異なるため、設計や部品の共用化などが本格的に行われることはなかった。 一方、水面下では、インプレッサの企画段階において、直列四気筒を横置きした試作車が作られ、水平対抗の制約から逃れて、広い意味での汎用性に重きを置く、商品制作に舵を切る動きもあった。1968年2月に、スバルオブアメリカ設立、同年イスラエル進出を皮切りに、1970年代中盤から、南米、 オーストラリアを中心としたアジアオセアニア地方、中東、ヨーロッパなどにも進出。1970年代以前には年産10万台にも満たなかった生産台数を1970年代後半には20万台規模にまで増やし順調に企業規模を拡大した。1985年9月のプラザ号以降の急激な円高とアメリカ市場との 強制が求められるようになった時代背景の中で北米市場での深刻な販売不振に直面。1987年、椅子図自動車との共同出資でスバル椅子図オートモーティブを設立して現地生産も開始したが、主に魅力的な車種展開が図れなかったことや、企業規模から多国産メーカーと比べ製造コストを劇的に下げることができなかったことなどから、 1989年には300億円もの営業赤字に転落。深刻な経営危機が報じられるまでになった。しかし、折からのバブル景気によって資金調達の目処が順調に立ったことや、1989年1月、レガシーの発売以来、順調に国内市場、北米市場での販売を回復することに成功。1990年には、 日産ディーゼルの経営再建に手腕を発揮した、河わいさの下で地道なコスト削減努力が続けられた。WRC への出場など、CI の積極的な訴求効果と合わせ、年産100万台規模の世界的に見て、比較的小規模なマスプロダクツメーカーとして、現在に至っている。バブル崩壊後、日産自動車が経営不振に陥り、経営再建の一環として、 日産自動車保有の富士重工業株の売却を決め、2000年に放出株すべてがゼネラルモーターズに売却された。2005年10月5日には GM の業績悪化に伴い GM が保有する富士重工株20%をすべて放出。放出株のうち8.7%をトヨタ自動車が引き受けて筆頭株主となり富士重工業と トヨタ自動車が提携することで合意した。トヨタとの資本提携によるスバルの恩恵は大きく、稼働率の下がっていたスバルの北米工場でトヨタカムリの生産を受け負ったり、品質管理やコストダウンの方法を学んだりするなどして利益率を高めた。また北米特化の車作りに転換する一方で風力発電事業や軽自動車生産から撤退するなどの 選択と集中を進めた。軽自動車保有層の受け皿として、ダイハツ工業者の OEM を受け、販売を継続することとした。こうした努力が2015年の利益率業界一位につながっている。また2012年の 86BRZ の生産、販売もトヨタとの提携を生かそうと模索していたことがきっかけであった。2010年8月、 東京都新宿区の本社ビルが老朽化したことなどに伴い建物を小田急電鉄に売却した上で本社機能を東京都渋谷区エビスの東京スバルの本社が入っていたエビススバルビルの跡地に新たに建て替えるエビススバルビルへ移転させることを発表2014年8月18日本社移転が完了したなおエビ寿ス,スバルビルの一角は スバルエビスショールーム及び東京スバルエビス店として機能する。2013年1月、ロボット開発で国からの補助金を不正受給していたことが判明し、経済産業省と新エネルギー産業技術総合開発機構から計8億250万円の返還処分及び補助金交付停止処分を受ける。2016年5月、2017年4月1日付で、 社名を富士重工業株式会社から株式会社スバルに変更することを臨時取締役会で決議した。2016年10月1日産業機器部門が自動車部門に統合された。その後12月7日に2017年9月30日をもって事業を収束し一部技術資産と米国販売し、会社10月1日付で ヤマハ発動機へ譲渡する契約を締結したと正式に発表した。これにより、スバルは今後自動車生産と航空関連に特化した企業となり、称号変更とともに新時代を迎えることとなる。米市シカゴトリビューンでは、スバルの北米市場での成功は、四輪駆動と安全性が裏付ける確かな商品群を適正価格で販売できるからだと指摘している。 東洋経済によると、米国における在庫回転期間は、他社が外して2ヶ月のところスバルは半月程度に過ぎず、販売奨励金は570ドルであり、1000ドル以下は異例と報じている。2019年にはトヨタが出資比率を20.00%に増加させて、持ち分法的要害社となり、同時にスバルもトヨタの株を持ち合って連携を強化した。また、 EV の SUV のプラットフォームをトヨタと共同開発することも発表されている。T-34 メンター富士 t 1 9 5 3年9月、富士重工業はビーチエアクラフト社と T-34 メンターの製造ライセンス契約に調印。1955年10月、国産1号機を完成させ、防衛庁への納入を開始した。 さらに1957年11月、戦後初の国産ジェット機 T-1 の開発に成功。中東練習機として1963年までに66機を防衛庁に納入した。1965年8月、民間向け系飛行機 FA-200、エアロスバルの初飛行に成功。翌1966年10月から販売を開始。 低翼式の機体を採用した FA-200 は低速時の安定性に優れ、アクロバット飛行なども可能な万能機として好評を博し、298機を生産した。戦後初の国産旅客機 YS-11 の開発にも参加。主翼下駄と尾翼を担当。この経験は後に、1973年12月。 アメリカボーイング社とボーイング747の生産分担契約に結実し、1974年には新世代旅客機ボーイング767の国際共同開発プロジェクトに参加。国際分業に大きな役割を果たした。一方で1974年、富士重工業は米国のロックベルインターナショナル社と総発ビジネス機 FA-300 の 共同開発を開始。1975年11月に初飛行に成功。1977年から販売を開始した。しかし、オイルショックの打撃により、ロックウェル社が軽飛行機事業から撤退し、計画はとんざ。FA-300 は、わずか42機で生産を打ち切り、富士重工業も小型機の自社開発を断念する結果となった。 以上のように民需については限定された実績にとどまるが、官需については T-34 や T-1 の後も順調に実績を重ねてきた。詳細は航空宇宙部門の節を参照。民間機についても1990年代以後の潮流として増えてきている国際、複数企業による共同開発にいくつか関与している。 主力のすばる群馬製作所と、その矢島工場がある、群馬県大田市と、大泉工場がある道県大泉町は周辺を、含めて、下請け企業も多く、企業上下町となっている。そこで働くために、南米日系人らが多く移り住み、大田市と大泉町は、外国人集中都市会議のメンバーとなるなど、地域社会への影響は大きい。群馬製作所の、 本工場所在地は地名もすばる町となっている。大田市と同じ業務エリアには研究開発部門としてすばる研究実験センターを有する。同センターのビッフカ試験場には走行試験や運転支援技術などの開発に使うテストコースを備えている。日本と並ぶ主要市場であるアメリカ合衆国では現地生産を行っている。 日本航空業界の草分けである中島飛行機の後ろ身で現在も日本の航空宇宙業界で第3位であり防衛省向け航空機の製造開発及び定期整備やボーイング社向け分担生産を中心としその他海上保安庁消防や警察向けのヘリコプターの生産整備も広くいっている中でも固定翼機の主翼製造には 業界屈指の技術と品質を誇り、ボーイングからボーイング787の開発に関わる企業の中で特に高度な能力を持つサプライヤーとして高く評価する表彰を受けているほか、対戦障害機 P-1 や輸送機 C-2 などの国内開発でも大きく貢献している。40メートル超の主翼製造能力、設備は世界でもボーイングやエアバスに次ぐレベルである。 複合材製品についても世界屈指の技術力を持つ。複合材料の実機適用は国内メーカーの先駆的役割を果たしている。民間分野では YS-11 開発参加や FA-200 販売で国産機の実績を積んでいる。無人航空機の開発にも積極的であり、標的機や無人偵察機など自衛隊向けの機体をおもとし、 将来の無人機の活躍を見据えた複数の新型無人機開発に関わっている。任務多様化、機能高度化に向け、様々な技術を研究、開発中である。さらには、宇宙航空研究開発機構の超音速実験機、ィーセンドの製造、開発や、航空自衛隊の先進技術実証機の主翼、美翼製造、開発など日本の航空宇宙産業発展のための、 高度な先進技術の研究開発にも数多く参加し実績を残している。防衛省向きライセンス、生産分担生産民間向き自社、開発分担生産ライセンス生産宇宙関連機器、現在は各種環境用プラント設備のみを生産している。それ以外の製品については口実。富士号 17E 型1946年に、 小泉ボデー製作所でスタートし、日本で初めてのフレームレスモノコック構造によるリアエンジンバス、富士号の開発に成功。後に富士自動車工業となり、スバル360等の開発を行い、現在の主力であるスバルブランドの乗用車にも発展した事業である。この分野では、スバルブランドを使っておらず、エンブレムとしても、 プレアデスセーダムをあしらったスバルのエンブレムではなく、カタカナの、フの字をあしらったエンブレムを使用している。バス車体のメーカーズプレート一時期は、民生デーゼル、日産ディーゼルを中心に、大型自動車メーカー5社のバス車体を仮装し、バス車体シェア1位を誇っていたが、シャーシメーカーのバス車体メーカーの系列化で、生産台数が減少した。 ピークとなる1980年には1日12台を製造、年間では2393台を生産したが、バス事業の環境変化から1993年以降は赤字状態となっていた。1998年に三菱不走と日の自動車の仮装から撤退、2002年1月に日産ディーゼルがバス車体の仮装を 西日本車体工業に集約することを決定したため、同年5月に事業存続は困難と判断し、伊勢崎製作所で行っていたバス車体仮想事業を終了する決定をした。このため、バス車体仮想事業は、日産ディーゼルとごく少数のイスズ自動車を最後に2003年3月31日で生産を終えた。3月28日には、 バス最終生産者出荷式が取り行われ、東農鉄道納入の日産ディーゼル、大型観光バスを送り出し、バス車体事業部門の解散式となった。1946年以来、57年間続いた、バス車体事業は累計生産数8万1292台、もって終止符を打った。なお、国内向けだけではなく、海外向けにも6000両以上が出荷された。 また AB、ボルボのシャシーを輸入し、アステローペシリーズと連接バスを製造していたが、これらも2000年に生産が終了している。なお、伊勢崎製作所は、その後スバルカスタマイズ工房となり、販売済みの車両に対するアフターサービスを行っている。東部急線軽電車の車内名簿1950年頃から、主に客車と機動車を、日本国有鉄道や JR、私鉄、 第三セクター向けに、また、群馬、栃木県内に路線を持つ東部鉄道向けには電車を生産していた。生産量数の減少により2002年5月に事業存続は困難と判断し、宇都宮車両工場で行っていた鉄道車両事業を終える決定をした。2003年2月に、新潟トランシス新潟事業所へ事業譲と、 JR 四国2000系機動車などの振り越し機動車は大半が富士重工製。鉄道車両事業の最終製造車は、天城鉄道 AR300 系機動車 AR303 号車となった。最後に製造された電車は東部3万系電車。なお、先日の伊勢崎事業所でも東京都交通局2500系、電車8両のうち、 昭和34年製造分の6両製造していた。この2500型は、当初機関線 67mm の、第14系統杉並前線専用に、杉並電車営業所へ配属された電車で、台車は D-10N という戦前の車両のものを、再利用している。1963年11月23日の、都電杉並線、杉並電車営業所廃止後は、 荒川電車営業所へ移送され、しばらく11の後に、改め木の上営業復帰。さらに、自己廃車の1両を除く7両が、早稲田電車営業所に転属し、昭和43年9月に除籍、廃車となった。四国旅客鉄道機波185系機動車ほか、カテゴリー、富士中工業製の機動車も参照。東部3万系電車ほか、カテゴリー、 富士重工業製の電車も参照。他カテゴリー富士重工業製の客車も参照。他カテゴリー富士重工業製の貨車も参照。なお富士重工業は2016年10月1日をもって自動車部門の競争力強化のため産業機器カンパニーをスバル自動車部門に統合し既存商品の製造、販売、サービスに特化した上で 開発案件の停止による人員の自動車部門への配置転換など将来的には事業縮小撤退の意向であると発表した。そして2016年12月7日、2017年9月30日付で事業終了とし、一部技術資産と米国販売主会社を10月1日付でヤマハ発動機へ譲渡する契約を締結した旨を正式に発表した。 スバルでは、建設現場向けの仮設ユニットハウス、小型のプレハブ住宅を製造していた。以前は通信販売で、名高いセシールでも扱っていたことがある。2004年に、富士ハウレン株式会社へ分社化し、2011年に、社名を、富士重工ハウス株式会社に変更されたが、2020年3月2日付で、 子会社のスバルファイナンス保有分も含めた全株式が、湯浅商事へ譲渡されたと同時に、富士クオリティハウス株式会社へ、称号変更された。1998年、富士重工会長、社長の河井いと、専務取締役の小暮康幸が、海上自衛隊の救難飛行艇開発をめぐり、賄賂を提供していたとして逮捕され、辞任する事件が起きた。 賄賂を受け取った国会議員は、富士重工の前身、中島飛行機の創業者の一族、中島洋次郎元衆院議員であったが、2000年9月に懲役2年の実刑判決を受けた。しかし精神不安定に陥っていた中島は2001年に首を吊り自殺した。富士重工側の二人は2006年に執行猶予付きの懲役刑が言い渡された。 1996年、滋賀県にて、レガシーがブレーキの故障によって正面衝突する事故を起こした。警察は捜査の結果、同様のトラブルが1994年1月、岡山、千葉両県で発生し、本社に苦情が寄せられたが内密に処理されていたことが判明。1997年には工場を取り調べた警察によって欠陥隠しが判明。 ブレーキ以外にも多岐にわたる不具合が発覚し、警察から警告を受けたスバルは11車種147万台についてリコールを届け出た。1998年、東京地方裁判所は、富士重工業に過料140万円の支払いを命じた。また、事故発生の危険性を十分認識しながら、運輸省にリコールを届けなかったため事故が起きたとして、 富士重工業の当時の品質保障本部の幹部二人を業務上過失傷害容疑で大津地方検察庁に書類送検した。2000年に大津地検は業務上過失傷害罪で同社の品質管理責任者だった二人を略式起訴、一週間後に罰金各50万円の略式命令が下った。2017年9月にはサンバー62万台がリコールとなったが、 リコール対象は1999年から2012年生産と古くに及ぶことに加え多数の不具合報告と2013年、2015年と二度の行政指導があったにもかかわらず遅いリコールとなったためサンバー所有者の不信を招いた。これについてスバルはプーリーが外側に出ない構造であった対応に時間がかかったとしている。2012年 クリーンロボット事業部において不正経理が行われていたとともに経済産業省や行政法人からの委託事業、補助金事業について不正が行われていたと発表した。不正経理は2004年から2011年の間に行われ架空発注のもとに2億円以上の資金を不当にスバルから引き出し、主にクリーンロボット部部長が指摘に従業していた。スバルは 元クリーンロボット部部長を栃木県に刑事告訴した。1984年に運輸省でのレオーネの形式認定試験の際、事前の提出書類の数値よりも実際の車重が軽くなってしまったため、密かに重りとなる鉛数十キログラムを前後、バンパーに詰めていたことが発覚。これにより、レオーネの販売開始が遅れ、生産計画に混乱が生じた。 2017年9月に日産自動車が起こした無資格検査問題に伴い、自動車企業各社で調査がされた結果、スバルは群馬工場で30年以上にわたって無資格で検査をしていたことが判明した。BRZ の兄弟車でスバルが生産を担当するトヨタ86を含めて直近3年間の25.5万台がリコールとなった。 問題になった完成検査は日本国内社のみに適用されるもので、対別して1保安基準検査と2形式検査に分かれる。2形式検査の方法は各企業で異なるものの国土交通省に申請し認可を受けた方法である必要があり、また1保安基準検査の基準と手法は全社共通である。完成検査員は各企業内で 当該検査に必要な知識及び技能を有する者の,の、うちからあらかじめ指名された者が行う必要があった。スバルでは、まず有資格者の監督下で無資格者が検査を行う、一人立ちして、一定期間業務筆記試験受験資格取得という流れであったが、この一人立ちの時点では誰も監督していなかったことが問題とされた。 また一人立ち期間中に完成検査員の印象を借りて応援することも状態的に行われていたという。また、同年12月に国土交通省に提出された調査報告書によると、研修自体が十分な時間に満たなかったことや、筆記試験で試験官が答えを教えるなどの不正をしていたことも判明。さらに国土交通省の立ち入り検査の際は、無資格者を 意図的に現場から外すなどの隠蔽工作も慢性化していたことが分かった。日産の不正と合わせて日本の完成検査制度の信頼が崩れたことで貿易自由化交渉や経済連携への悪影響が懸念される。佃モビリティ総研の佃田吉尾所長は国内の販売が 減少状況でメーカーは国が定めた点検手順を費用のみがかかる形式的な行為だとしていたと分析している。また、韓国の中央日報は他国にはないもので十分に監督されるわけでもない規制が問題の一端を提供したのだと日本が不要な規制を設けていたことを批判した。ジャーナリストの井本光一郎は すでに完成検査の基準を凌駕する品質が確保されているため実際の検査を修行に使う行為や現場の意見が強く、ルールも工場ごとの流儀で決まり経営側も改革を進められないなど自動車製造など日本の古典的な製造業に由来する現象だと指摘している。上述の無資格検査が発覚した際、燃費の不正もあるという報告を受けて、 外部弁護士に調査を依頼したところ、同検査の一部である、抜き取りによる燃費検査と排ガス検査においてデータ書き換えが行われていたことが2018年3月に発覚した。燃費の検査行為は道路運送車両法の保安基準の対象外である。一方、排ガスの検査は対象内であるため同法に抵職する可能性がある。 いずれも基準値の範囲内であるとして、リコールは行わない見込みであるが、これらの一連の問題を受けて、吉永社長は会長職へ退いた。翌4月に提出された報告書によると、少なくとも2012年12月から2017年11月までの間に903台において検査員を呼び、班長によるデータの書き換えがあった。また、同期間以前のデータは、 すでにないが2002年から不正が行われていたという証言もあり、同報告書はその可能性は否定できないとした。同年9月には加えてブレーキ検査でのデータ改ざんも発覚。こうした不正の一部は1990年代前半から行われていたとされる。さらに同年11月にこれらの検査不正は発覚後も1年の間、 行われていたことが判明。追加で10万台のリコールが発表され、一連の不正によるリコールは53万台に膨れ上がった。2018年10月25日にエンジンの部品が壊れる恐れがあるとして、複数の車種について大規模なリコールを近く国土交通省に届け出ることが明らかとなり、国内のみならず海外で販売した車種にも影響が及ぶ。 可能性があるとしている。対象は少なくとも数十万台に上る模様となる見込み。バルブスプリングというエンジン部品が不具合を起こし、エンジンの作動に影響が出る恐れがあり、日米の市場で販売した戦略車種が対象になるとみられる。また、トヨタ自動車と共同開発したスポーツカーの BRZ 及びその同型車種となる。 トヨタ86もリコール対象に含まれる。2019年1月16日から国内唯一の完成車工場である群馬製作所の創業を全車種で停止した。部品メーカーから調達している電動パワーステアリングに不具合が見つかり、原因の究明を優先した。28日からの創業再開を準備しているが、 納車の遅れや新たなリコール対策などの影響が懸念される。2019年1月28日から不具合の恐れがある電動パワーステアリングについて対策を施した EPS の調達に一定の目途をつけたため工場を再稼働した。当面は1日の生産台数を減らして品質優先での創業となる。出荷済みの車についてはリコールの有無などを検討する。 2019年1月31日、生産停止の原因となった電動パワーステアリングの不具合で、フォレスターなど3車種契約780台をリコールすると国土交通省に届け出た。リコール対象は他に、スバル XV とインプレッサで、2018年12月28日から2019年1月16日、製作分。また、 国内向け約780台のリコールに加え、海外向けに生産した契約1万4000台についてもリコールや部品交換を検討すると明らかにした。2019年1月24日に2016年に過労自殺した男性社員の代理人が会見し、2015年から2017年にかけて社員3421人に計7億7 0万円の 残業代を払っていなかったことが判明した。過労自殺の社内調査で2018年1月までには判明していたが隠すような意図はなく公表すべきだとは認識していなかったとしている。1年間にわたり問題を公表しなかったことになり企業姿勢が問われる事態になっている。作詞は富士重工業の元社員。作曲はダンイクマ。富士重工業時代に 創立10周年記念として制定された社課である。スバルへの社名変更に際して、社課を変えないでほしいという従業員の声を受けて、社名変更後も社課として使われることとなったが、富士重工業時代の歌詞には、富士重工を連呼するパートがあるため、その部分は作詞者の了承を得た上で、我がスバルに置き換えられた。トヨタとの資本提携が決まった時、 トヨタの豊田章一郎や渡辺勝明から言われた言葉である。また、これ以上、円に入ってくれば即座に叩き潰しますから、そのつもりでとも言われたという。軽自動車生産からの撤退について、スバルの吉永は、うちの規模で軽に開発リソースを削くよりも、世界で売れる車に特化する。勇気ある決断でも何でもない。 合理的に考えれば K は撤退しかなかったと語っている。1967年に勃発した第3次中東、戦争を受け、国連アンポリはイスラエルに対し占領地区の解放を勧告する決議を採択した。世界中の企業がこれにこうして貿易ボイコットを開始、翌1968年にはトヨタ、日産、ホンダ技研が出荷停止するなど、 二丁の自動車メーカーも追随した。一方、時を同じくしてラビットスクーターが生産終了することとなり、以前からラビットをイスラエルへ輸入していた業者はこれを受けてスバル360に着目し、同1968年よりの取扱いを開始した。その後、翌1969年には、現地企業ジャパンオートイスラエルジャパナウト、 イスラエルオートコーパーティングリミテッドを設立、同年からフォルティシもマイナス1の販売を開始。後に、レオーネが主力商品となった。こうした経緯から、富士重工業は海外発進出国としてイスラエルへの輸出を開始することとなった。加えて、当時は輸入者の多くが、廃棄量やボディ形状の関係で高額な関税が課せられており、 庶民向けの選択肢が小型車に限られていた中、小排気量ながら比較的大きな車体を備えたスバル車は、同国民の需要にも合致した。この結果、ダイハツ工業が1983年に輸出を解禁するまでの10年以上にわたり、同国の乗用車市場において大きなシェアを獲得する結果となった。1988年、三菱自動車工業が、 現地法人を設立したのを皮切りに輸出再開が相次いだのに加え、90年代には韓国車の輸出構成も始まった結果、富士重工業のシェアは非常に小さいものとなっている。なお、本エピソードを下敷きとして映画ピンクスバルが2010年に制作された。詳細はスバリストを参照スバリスト、英語、スビエは 自動車メーカースバルが製造する自動車の愛好家のこと。スバル主義者、ありがとうございます。